何ですかその天の声というのは天にも声があるのですか三郎は死に対して比較的従順になってきていたのですが疑いの心がまた湧いてきました私はいつも天の声を聞いているよ現にこうして今お前と話している間にも天の声は聞こえているお前のように滝の音ばかりを気にしていては 天の声どころか地の声も聞こえないだろう。地の声とは、地上にある声、つまりじのほうえる声、風に揺らぐ枝の触れ合う音、虫の鳴き声、鳥の鳴き声、それらが皆地の声だ。ほんのわずかな間でいいから、それらの地の声を聞こうという気持ちになってごらん。すると、そのうち聞こえるかもしれない。サブローは、滝壺のそばで、 精神をを集中ししして、血の声を聞こうとしまはしじめはだめでしたが次第に滝壺に時折飛来する鳥の声が聞こえるようになりましたあまり力んで「地の声を聞こうとしていたときは聞こえなかったのですが諦めかけたときにふっと聞こえたのでした聞こう聞こうとする努力そのものが逆にサに三郎の集中力を邪魔していたのです 三日もすると、滝壺の轟音のそばでも、さまざまな血の声が聞こえるようになりました。轟音に抑え込まれていた心が、一転して解放され、ものすごく爽やかな心境に到達したのです。鳥や獣の声は、よく聞こえるようになりました。と三郎は、死に自信を持って答えました。そうか、それは、よかった。しかし、 地の声とといいってもろろある。虫の鳴く声かすかな風に揺らぐ枝の音この地上には実に多くの音があるそのうち一つを自分の思いのままに取り出して聞けるようにならなければいけないのだ人間の心が澄んでくるとアリの這う音ですら耳に聞こえるのだそのようになって初めて天の声が聞こえるようになるのだ 自自分自身で天の声を聞いてごらん。この世界にはさまざまな音があるがたとえどんな音が耳に入ってこようが心の方がそれを相手にしなければよいそうすれば自然に天の声は聞こえるようになるのだ死はにっこり笑い三郎に天の声という課題を与えて去っていきましたそれから三郎は 天の声を聞くたために瞑想しましま一生懸命に天の声を聞くように集中して頑張ったのですが何の手応えも得られません再び死に問いただしてみました死はどんな簡単なことでも難しいと思っている限りにおいては難しいのだお前のように心にぶつかってくるものだけをまともに使い分けようとすれば それれはできなないい。かもしれないだからまともに使い分けないようにすればいいのだ。それはこういうことだ。今お前は私と話をしている。でも話している間にもお前の耳にはいろいろな音が聞こえているはずだ。例えばセミの声やら鳥の鳴き声のような音が聞こえるはずだ。でも私と話をしている間は そのような音は相手にせず私の声だけに集中しているだろう話をしている間はセミの声は耳に入っていないこのような気持ちになればいいのだ簡単だろうなんとなく分かったような気持ちになった三郎は再び天の声に挑戦してみましたしかし来る日も来る日も何も売るところなく過ぎてゆきとうとう3ヶ月経ってしまいました さすがに途方に暮れて嫌になってしまった三郎はもうやめたと言わんばかりにすべてを放り出しえいっとばかりに草むらに身を横たえましたそして手足を大きく伸ばして空を見上げました澄んだ紺碧のヒマラヤの空には小さなちぎれ雲がいくつか浮かんでいました三郎はその美しさに見とれていましたやがて ちぎれ雲は次第いに小さくなり、純白の姿を、紺碧の空中に溶け込ませていきました。この一瞬、サブローは、不思議な気持ちになりました。気づいてみると、耳には、相変わらず、セミや鳥の声が聞こえているのに、心は、一切それらから解放され、白いちぎれ雲とともに、青い空の中に溶け込んでいたのです。この瞬間、 1>, 1歳から解放された三郎の心は、地の声の中にあって、地の声を聞こうとも思わず、また聞くまいとも思わない、すなわち、心が心を思わず、さらに心が病む肉体を思うこともなく、また、周囲の環境にとらわれているわけでもない、完全に解放された自由な境地を得ていたのです。これこそが、天の声だと三郎はひらめきました。 帰って死に話すと死はできたようだなと微笑みましたでも音らしきものは何も聞こえないのですがと三郎が不安げに答えると死は聞こえているのに聞こえないのが天の声なのだ天の声とは聞こえない声声なき声なのだ絶対の静寂だ考えてみなさいお前が 天の声を聞いている間は辛いことも苦しいこともなかっただろう。すると天の声を聞いている間は悩みを背負った人間でもなければ孤独な人間でもない。たとえ肉体は病んでいても心は病のない状態で安定しているのだ。そう悟ったらできるだけ心に天の声を聞かせてやることだ。そこにはもう。 病気も苦しみもないのだ。三郎は、喜びに満ち溢れてうなずきました。そして、そのようにすれば、病気が治るわけですね。というと、死はたしなめるように答えました。治る、治らない、などということは考える必要はない。第一、そんなことを考えたら、心は元へ戻ってしまう。そんなことには、こだわらないのが、 人間の本当の生き方なのだから、そのように生きていきなさい。それなのに、他の道にそれてしまうから、そんな惨めな目に遭うのだ。病や心配事があっても、心がそれから離れているなら、たとえ、身に病があっても、その人は病人ではない。また、よからぬ境遇に置かれても、その人は悪い境遇には生きていない。反対に、 病がなくても病のことばかり考えていればその人は病があるのと同じだ。良い境遇であるのにかかわらずお前のように思い患ってばかりいれば悪い運命に陥ったのと同じことになる。お前の病もこれからは肉体のものだけにして心にまで迷惑をかけるな。そうするためには檻に触れ地に触れ心に天の声を聞かせてやるのだ。 声なき声のあるところこそ、本当の安らぎの世界なのだ。サブローの目は涙でいっぱいになりました。サブローの心は、自分は救われたのだという考えで満たされていました。この日を境にして、サブローの人生は大きく転換していきました。何よりも、痩せ細った体に肉がつき始め、病が好転していったのです。サブローは、 さらに修行し、その境地を高めていきました。真冬の冷たい川の中で精神を統一する行など、厳しい修行に耐えたのです。その後、一層修行に打ち込んだ三郎は、村へ来てから3年目にして、くんば墓を我がものにしたのでした。狩りっぱ氏も、三郎がくんば墓を完成させたことを認めました。この頃になると、 三郎の結核は完全に家健康体となっていました。クンバ墓とは仏教でいう悟りの境地に近い状態を意味します。このような境地は到底言葉では表現できないのですが、カりアッパ氏は、体の中を壺の中に水をいっぱい入れた状態のようにしろ、と例えています。後年、三郎は、 人にくんばはを説明するときに、刺激を感じたら、すぐ肛門を閉める。同時に、聖火鍛錬に気力を込め、肩の力を抜く。この3つを同時に言って、その瞬間に息を止める。と表現してします。くんば墓を得得して、1ヶ月ほどたったある日、氏は、三郎を呼んでこう宣告しました。この山里に来てから、お前は、 実によくやった。はじめの一年ほどは重病人であったし、さぞつらい思いもしただろう。異国に唯一人で寂しい思いもしただろう。でも、ヨーガの修行のおかげで、クンバ墓まで身につけられたのだ。このように、早くクンバ墓を得得した者はいなかった。クンバ墓さえできれば、もう一人で生きられる。お前は、この国の人間ではないのだから。 あとは自分の国に帰って幸せに暮らしなさい。もし困ったことがあったら私の代わりにもう一人のお前がそれを解決してくれる。決して寂しがることはないよ。こうしてインドで聖者から直接ヨーガを学ぶという貴重な体験をした中村三郎は日本に帰国したのです。日本に帰国した三郎は 小さな会社を設立しましまたその会社の経営も軌道に乗り特に不自由のない生活を送っていました生活も裕福になり時間を持て余すようになったため遊興三昧の日々を重ね家庭を顧みずいつも外泊するようになっていましたしかし心の中はなんとなく人生に充実感が持てず 自分はこんなことでいいのかと疑問を持ち始めていました。夜もあまりぐっすり眠れませんでした。大正8年の春、久しぶりに家に帰った日の朝、妻のよしこから、あなたが時々お話になるインドでの体験について、私の友達にも話してくださいませんかと頼まれました。三郎はあまり気乗りしなかったのですが、 妻の立っての依頼なので集まった妻の友人たちにインドでの経験を披露したのです。その話は、お婦人たちに大変な評判になり、また話を聞きたいということになりました。こうして、何度も話をしているうちに、三郎は話をすると、爽快な充実した気持ちになり、夜もよく眠れるようになったことに気がつきました。そして ついに会社を辞めて人に自分の人生体験を人に語ることを仕事にしようと決意しました。